はいどうもこんにちは、藤本動画藤本ジョージです、本日はまた藤本動画のアップをしていきたいと思います。今日の動画内容なんですけれども、一応ちょっとしたね、ストロボ撮影で使うテクニック、まあ、テクニックって言ってもね、まあ、いろいろあるんですけれども、特にね、まあ外だとあんまり関係ないんですけれども、室内撮影をするときに必要になってくるテクニックのうちの、まあ、簡単な、ね、ものをご紹介しようかなと思ってるんですけども、まあ、テクニックというよりも気遣いに近いものですけどね、はい、まあ、ただね、知っておくと大変ためになると思いますので、ぜひともご覧ください。はい、ということでね、早速ね、ちょっとしたテクニックの方を、ね、ご紹介していきたいと思うんですけれども、その前にね、皆さんね、ストロボ撮影というとどういったものをイメージするかっていうね、ところのちょっとおさらいというかね、確認からちょっと行っていきたいかなと思うんですけれども、結構多くの方はね、こういったものね、こういったものがストロボというふうにね、認識していると思うんですけれども、こちらの方ね、まあストロボはストロボなんですけれども、クリポンストロボっていうね、まあ、もしくはスピードライトっていうふうに呼ばれる、カメラに直付けするね、ストロボになります。で、またこれをカメラに直接ね、乗っけた状態で、使うことをね、オンカメラっていうふうに言ったりするんですけども、逆に、これをね、カメラから切り離してこれだけね、まあシンクロケーブルを使うだったりとか、ワイヤレストリガーとかを使ったりして、使うことも当然できます。で、そういった場合はね、オフカメラっていうことになるんですけども、その他にね、業務用っていうかスタジオ用のね、でっかいストロボ、そういったようなものとかを使ったりする場合もあって、でそういう時にね、必要になってるね、オンカメラの時は必要ないんですけども、まあ、オフカメラをやる時、特に室内にね、使う時に、まあ、必要になるテクニックになります。じゃあまずね、そちらの方もね、ご覧ください。はい、まずね、お見せするのがこちらね。これ何かと言いますと、ストロボ用のというよりも照明用の、三脚になりますね。まあ、非常にオーソドックスなタイプで、まあ、本当に、プロのカメラマンさんも、まあ、アマチュアの方でもね、ストロボ撮影するっていう方はね、こういったものを持ってるかと思うんですけども、はい、ね、サイズはね、いろいろあります。長さとかね、足の幅だったりとかね、そういったもので、あとは、まあ、こういうね、まあね、先端にこういうね、まあ、よくダボって呼ばれるものなんですけどね、実際の名前、商品名は何というのかちょっと僕もよくわかんないですけど、まあ、よくダボダボって呼んでるものがね、ついてるものだったりとか、ね、まあね、本当にサイズもいろいろありまして、こういうような感じでね、先端がこういうようになってるものとかね、いろいろ種類はね、いろいろあります。はい、でこういった、三脚を、照明とかね、微動照明もそうですし、ストロボなんかもね、写真用の照明なんかもそうなんですが、こういったものを使って、立てていくっていうような感じです。で先ほどね、言ってました、モノブロックね、僕が持ってるのはね、このプロペットっていうね、メーカーのこういうちょっとコンパクトなね、こういったタイプのやつ使ってます。ちょっとアナログチックなね、最近のやつはデジタルメーターついてたりとか、結構ねかっこいいやつ多いんですけども、これ結構ものすごい速いシャッタースピードに対応できるやつで、よいしょ、ね、はい、SQ400 っていうやつをね使ってます。であとは、先ほど言ってた、そのオフカメラ用にね使う、まあこれ前にもねご紹介してますけどね、これはなんだっけな、カクタスのね V62S っていうね、トリガーになりますね、うん、スレーブ&トリガーみたいなこのね、コントローラーですね、要は発光させるため、はい、ね、こういったものを使ってストロボ撮影っていうのをねやっていくんですけども、今回ね、ご紹介するので一番ね、ご紹介したかったのはこれになります。はい、ね、こちらテニスボールですね。はい、これね、もうプロの方ではね、結構もう常識になってるんで、当たり前だってそんな知ってるよって人も多いかと思うんですけども、まあ、これがね、どういったところに使われるかっていうのを、今日はご紹介したいと思います。はい、ではね、早速このね、テニスボール、どういったふうに役立てていくかというのをご紹介します。はい、まずね、これ、ね、先ほどね、三脚で、まあ、長さもいろいろあるというふうにね、言いましたけど、まあ、こんな感じで、まあ、僕が持っているのは、まあ、これまだも他にも何本も持ってるんですけども、まあ、サイズ別にね、こんな感じで持っています。で、まあ、特にメインで使うのはこの3本ですかね、よく、うん、使いますね。はい、よいしょ、まあ、その他ね、ちょっとこういったようなね、こういったなんだろうね、こうクレーン状のここの頭部分にこうやってつけるやつとかね、まあ、いろいろ使うものがあるんですけども、まあ、結構ね、重いです、これ。重量があって、
で今ねここの部屋はあの絨毯なんですけども、まああのよくフローリングとかのねスタジオだったりとか、まあ個人のお宅とかでね、こういうのを建てるときに無造作にこれをねこう足をこうやって広げてこの状態でポンとこう置いてしまうと、これねまあアルミだったり一応ねここのプラスチックのね底蓋みたいなのがついてるんですけど結構硬いんで、しかもだいぶ重量があるのを置いてしまうとフローリングとかにね傷をつけてしまったりすることが、あるんですよね。でそういったものの予防策としてのテクニック、はい、そこで出てくるのがこのテニスコートです。テニスコートじゃないテニスボールです。はい、これね穴開けてますからね、穴開けてます。でこれを、ね、こういったところに結構、ね、力勝負なんですよ、ほっと、はい、でもまあこんないっぱい持ってますけどね、こうやって、これもう昔ながらのテクニックですよね。はい、見て、よいしょ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 。うまくね、こう穴の切り口がうまく合ってないと、ちょっと入れづらい。はい、ちょっと、おお、なんかすげえすげえ。よいしょ、あ、はめた。ね。はい。とりあえずね。基本この1本の三脚に 3個ぐらい使いますので、指でずら、はい、ね、こういった感じ でこういう この状態だともうあのこうねポンと置いても、フローリングに傷をつけなくて済むというね、はい、ね、もう誰でもできるこの簡単なテクニック、でもこれ大事なテクニックだと思います。これねあのせっかくいい写真を撮ったりしてもね、帰り際にね床があの傷だらけになってたとかって、まあ、スタジオさんだとそこでねあのどうしてくれるんだ弁償してくれって言われる可能性もありますし、あの普通の個人のお客さんなんかもねあの、お宅の方にね行って、まあ、傷だらけになったらねそれこそ怒られちゃいますんでね、はい、こういったことをね、まあ、テクニックというか、まあ、気遣いというかね、まあ、これはあの別にあの写真用のカメラマンさんだけではなくねビデオ関係のカメラマンさんとかね照明さんとかねよく使う技です、はい、覚えてると、損はないと思います、はい、ということでね、今回はこのテニスボールをね使った、撮影テクニック撮影テクニックというか、まあ、撮影準備テクニックかな、うん、そういったものをご紹介させていただきました。はい、ということでね先ほどのまた食べてました先ほどのねテニスボールをねどうやって使ってるかというのね具体的にあの照明を立てたんで、そちらの方をねお見せしたいと思います。はい、こんな感じでね、三脚の、足元にね、履かしたテニスボールね、こういったものを履かせることによって、こうねフローリングに傷がつかずにね、こういうライトスタンドを置くことができますね、はい、ということでね、今回は、テニスボールを使ったね、ちょっとしたテクニックっていうのをご紹介させていただきました。またね、いろんなこの機材とかね、まあ、写真の撮り方とか、いろいろね僕の方で説明できることがあればね動画の方に上げていきたいと思いますんで、藤本動画これからもよろしくお願いいたします。またねチャンネル登録の方ねまだされてない方はぜひともチャンネル登録の方していただき、コメントなんかも書いていただけると大変ありがたく思います。なんかこんなものをね教えてとか見せてとかっていうのね僕の答えられる範囲であれば、動画にしてまたアップしたり、ライブ配信とかでねお届けしたりしたいのかなと思っています。またいいねボタンもぜひともよろしくお願いします。本日の藤本動画最後までご視聴ありがとうございました。ではまたバイバイ。